今日は何やら悲しげな BGM が流れておりますが、はい、僕はかねてから悩みがございました。悩みというか、もはや危機ですかね。僕の体には異常が起きておりました。確かに、あの手汗にはね、みんな困ってたもん。違う！もう手汗にも困った。違う！それはどうでもいいんだよ。これ見て、これ。これさ、思ってたよりさ、見て、この盛り方やばくない？これ。あれ？すごいね。で、絶対思ってた倍持ってあるんだけど、これ。おー、持ってるな。で、ちょっと匂ってみて。うぅじゃあこれやばくないこれ。で、しかも見て、わさびが取れそうなの、もうすでに。え、どういう仕様これ。これなんかやっぱハンドメイドだから、うん、なんかこの普通に接着剤でくっつけてあるんだよね。ほんとだ。でもわさびって取れるもんじゃん。そう、別にわさび取れたとこで悔しくもなんともないからいいんだけどさ。まあ取れた。この匂い下船くない、ちょっと匂いすごい、ね、接着剤の匂いすごい。それではジャッジお出しください。チャレンジャー、クリティカル。クリティカル。これ全員一緒だとクリティカルって勝ちです。おお。撮影楽しいじゃん。でしょ。楽しいだろ。撮影は楽しいんだよ。今から楽しく頑張ってるじゃん。今それまでのこのほら、これですら、これを食べなきゃ死んでしまう。でもこれを開けるときに死んでしまう。もうそんな雰囲気。手汗でも開けれんし全然。どうだ、もうこの喋りで死にそうだ。なんで疲れてるんだよ、そんなに。なんだよ、なんだよ、関係ないって。バーン、帰りなさい。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。楽しい。マラソンしたってくらい汗かいてすごい。色変わってるもん。残念だから。我々は打ってやれるだけのことはやりましたが、精一杯の努力はしたんだ。これ一番怖いですよ、これ。まあまあ、それはそんだけあれば力を、うん、ひねりながらドライバーが。うわー、まああと上から抜くだけだよ。来た、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。一思いに行くからね、ゴリゴリと。行きますよ。まっすぐ行くよ。せーの。あー、痛いけどね、ゴリゴリしてて痛いけど。おー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 。え、あ、待って。え、あ、おーおー、よかった。はい、徹夜チームです。今夜の7時半で5本飲みました。まだ全然いけるなって感じなんですけど、一旦ね、運動して汗かきたいと思います。夢丸に前やってもらったビートセーバーという VR のゲームでございます。ダハハ。2分弱でもう熱い。やっぱ難易度高ければ高いほどね、運動力激しいんで、これでどんどんやっていきたいと思います。見えますか、この汗が。とりあえず上半身が動かなくなるまではこれをやって汗をかいていきたいと思います。ある程度運動して部屋に戻ってまいりました。休憩しようと思ったんですけど、休憩の仕方もね、工夫しようと思いまして、エアコンマックス温度で過ごしたいと思います。31度、スタート。そしてですよ、ただ部屋にいるだけじゃ辛いということでね、映画を見たいと思います。映画に集中しながら、気づいたら温度が上がってて、もう水をガッポガッポという作戦ですね。今回見る映画、なんと映画クレヨンしんちゃんガチンコ逆襲のロボ父ちゃんということでね、泣ける映画でございます。で、泣いている時に何が起こりますか。そう、涙が出ます。摂取できます。そういうことなんですね。早速ロボ父ちゃん見ていきたいと思います。素敵すぎる、あの家族は素敵すぎるぞ。めちゃくちゃ熱いしね、1リットルぐらい涙あげたんでね、ここからまたどんどん水飲めると思います。このくっそ暑い中、のんびりと過ごしたいと思います。はぁ、勢い余ってもう一本映画を見てしまいました。ちょっと見てください、これ。わかりますか、この汗。マジでびしゃびしゃになりました。バカみたいに頭痛いんですよね。何かしら良くない影響が出てるということで、さすがにちょっとね、温度下げて一回普通に過ごしたいと思います。もう11本ぐらい飲みましたね。最後まで頑張れるようにね、体調崩さないように頑張りたいと思います。めっちゃ広くて7本際、え、もうせかすなぁ。まあ、このね、向かうときに、車に向かってるときに、まあ、小池、一応ね、六本木の周りは小池市やつよ。あの、公園の中がね、はいはいはい、こういった池があって、すごいいい感じだなと思って、まあ、写真撮った後に気づいたんですけど、この写真のね、奥の方になんと、亀がいるんで
えぇ、ー、かわいい。ポチャンポチャンって音がして、振り向いたらカメがこう石の上とかにいたりしてでも、すごい景色のいい公園で、いいなぁと思って、ちょっと着目するじゃないですか、いろいろ。そしたら、パッて下見たら、クローバーがたくさん生えてて、ああ久々に公園でのんびりする時間、クローバーがたくさん生えてるなぁと思って、ちょっと下見るじゃないですか。バーってね、5分ぐらい見たら、なんとですよ、この日ね、31度の、なかなか暑い。これで情報量多いとか。31度だったの。暑いの、東浦はね。そうね、もう、なんとね、汗だくになってやる。汗だくになっちゃってもいいよ。汗だくだな。いいよ。こちらが七本木池公園ついてる。また公園だ。また公園があって、また池があった。マジで景色良かったの。また景色いいんだね。2箇所見てすごい景色良くて、パッて見たら後ろの公園にクローバーが。あったぞ。待てよと思って。いやこれね、探したよね。これはあるぞ。さっきやっちまったし、しかも七本木って縁起がいいじゃないですか。7だからね。パーってね、見たんただね、いや暑いからね。まだ29度暑くてね、もうこの顔立つわ。早く見せてよ。七本木ついてからも七本木見せてくれない。何かよ。 To P Japanese in the first video. Yeah. Yeah. Team P. Team P. Japanese team P. Okay, 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 come on. My team. Wetty.ちゃんと手を洗ってきたか。はーい。よし、これでもうこの机も手も完璧な衛生面を保つことができた。好きに作れ。よっしゃー。米サイズにちぎって貼っつけておく。で、ある程度乾かすんだ。きっとこれをまず並べたら、その後にこれをこうやって、お、来たっていう瞬間が来るはずなんだ。大丈夫かこれ。あれ、なんか消えてってる。おい哲也、手汗が。お前助手、除湿だ。この部屋から湿度を消すんだ。貴様の手が一番湿度だろ。どうすんだ。新しいアイテムだ、使いたまえ。うわー、これは熱いかもしれん。やばい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 、りょうくん、これやばい。何こぼした、何こぼした、何こぼした、お茶、お茶こぼした。違う違う、このサブちゃん、そうそう、このサブちゃん取った後すぐどいたら、ちょっとよっこらしょって。これやばいじゃん、これどうしたん。え、やば、お茶なんの、なにこれ。ちょっと、勘弁してほしいんだけど、だって今わしここに座ってたのにさ、ずっと濡れてる上に座ってたってことじゃん。つらっ。なに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 、くさー。嘘でしょ。臭くはないよ。臭くはあるよ。それは多分、え、これ何、これ何、わしがここに座ってたせいで足の匂いがついただけだから。いや、足の匂いがくせえのもやべえんだよ。なになに、それ、なになになに、なんで島ができた。なにこれ。おかしいじゃん、それは。嫌じゃん。なんか今、あったの、緊張することとか。いや、ないよ、ずっとこの上に座ってたってことやん。なんだ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 、やだな。なんで濡らした。濡らしたじゃない、だってどいたんだよ。どいた時に濡れた。エッチなことした、ここで。ここでエッチなことしたとしたらすごい残ってるじゃない、こいつ。やば、漏らしたの。すごっ。血がテッチの足から出てきたんだよ。同じ形で座ってみて、どっから出てきた。なんでちょっと勘弁してほしいな、マジで。こうですよ。こうあって、こう。え、わかるでしょ、それは。わかるんだけど。こうなってて、こうよ。いや、本当にわからない。ちょっと勘弁してほしいな、これ。病院に。え、なんか本当に心配になってきた最近。やばいよ、多汗症だよね。多汗症だよ多分。本題はマジで僕のこの指のこれ抜けがあった。おい高橋ね、これがマジで。ほら高橋出るな。なんか添えとけ添えとけ、添えとけ添えとけ。ハマった瞬間に、あ、やばいって。本当にハマった瞬間めちゃくちゃ綺麗にハマったなと思ったんだけど、マジで抜けなかった。じゃあ施術、施術が言えなすぎませんか。これで以上ですのでね、最後抜かせていただきますかね。はっ、お、てつやの手が濡れなくていけるぞ。すごい、てつやの汗が濡れなくて、手汗がすごい、いけるぞ、いけるいける、気持ち悪い、濡れ濡れ濡れ、すごいぞ今。めっちゃ気持ち悪いけど、いける、あ、いける。おー、お前天職見つけたじゃん。指輪抜き、指輪抜きや。すげー、やばい、てつやの汗のぬるぬるっぷりが。いやもう顔緑色で、それは気持ち悪いぞ、本当に。緑色、ああ、ちょっと手汗でぬるぬるになった絵の具がついちゃったもん。能力者じゃん。なのかな。え、でも濡れてないよ。ああ、でもなんかちょっと湿ってるわ。わかるわかる、すごいでしょ。なんかこん細かい水滴とかさ、これ見て、これ、ここちょっとズームください。おお、このくっついてるとこ離すとちゃんとこう、ああ、ちっちゃい水滴があるんですよ。気持ち悪い。おい、本当だ、気持ち悪い。手のひら見て、
見てて俺が話してるんだよ。おー、わー気持ち悪い。くっついてるでしょこうやって、気持ち悪いは気持ち悪いんだ。うん、そうだから自分の手から汗が出て自分の手が汗を吸ってるんですよ今。そうだね、その繰り返しなんじゃない、もしかして。そう、いただきます。かーあ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 ーやばい、すんごい。あ、ちょ見て、すごいすごいすごい、気持ち悪い。すんごい汗かいてる今、鼻元とか根元とかに。これは紛れもなく汗ですね。来てますか。汚い顔してんな、やば。うわうん、手が湿るだけだ、無理だ。タオルがびちゃびちゃになっただけですね。哲也くん、はい、何やってんの。なんだったら汗をけやん君は。俺は最初言ったみたいに走るぐらいしかわかんないですけど。じゃあ走ればいいやん、うん。あー、いや、おかえりなさい、おかえりなさい。あっちー、目に入る、目に入る。どうしようどうしようどうしよう。皆さん驚かないでください。なんとイオン2往復しました。冷静で言ったからわかんねえだろお前。あ、すごいすごいすごい、見て見て見て、見えるかな。皆さんに見えるかわかりませんけど、とりあえず入れちゃいますよ。ほら、あー来た。あー記念すべき一滴目が、なんか米のとぎ汁みたいになっとるよな、これ。ほら、あ、すごいすごいすごい、見える見える、溜まってる溜まってる。暑い、この部屋本当に暑い。ちょっと今風呂から出てきたらなんとこんなことになってました。姫、おい、スッシロヤバ、え、わあ、ドルガバのジャケットの中身が、え、ヤバくない俺、お前ヤバ、うわー出てる、ボタボタいってるよ、すごい。はいはい、結構溜まってきたんですよね。あの持ってこいって言われてる量はこれくらいなんで、先は長いんですよね。やっぱロンティーですね、ロンティーを着て、その上でさらにやっぱサウナスーツは必要だと思います。どうだい、すごいぞ、 T シャツ作戦が。いや、作戦っていうか最初からそうしろって言ったやんだから。ほら、あ、すごい、色も同じです。しょっぱいだけがいいわけじゃないと、いろんな味があって七味塩の深さがね生まれるということで、今回僕いろいろ考えました。必要なもので、まずしょっぱさの要素、海水から取ってたんじゃね、普通の塩になっちゃうので、うん、汗と涙と鼻水、こちらで七味塩のね酸味を作っていきたいと思います。過去に作ってるじゃん、だって。え、あ、汗と涙の結晶を作ったけど、あれをしようというんじゃなくて、結晶を作るのがメインで、あれ食用じゃなかったじゃないですか。今回食用のやつをね。何が違うんだよ。ここに鼻水溜めつつ、今日の夜みんなでサウナに行きまして、汗を出します。何す今、何、え、何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 、もう一回言って、サウナに行こう。もうそういったように代謝がいい。哲也とかはねすぐこの辺全部足ですからね。まだ2分とかですよ。すごい、だって今まだ7分ぐらいでしょ。すごいすごい、お宝だ。すごい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 、気持ち悪い、本当だ気持ち悪い。